台湾から帰ってきたナミです。お久しぶりです。台湾でもたくさん美味しいものを食べてきたカホです。というわけで今回は北京ダックのトリビアをお送りします。美味しかったです。それは分かったし、実際食べてるところはクリップを見てもらえば分かるから。今日も食べれるのかな。スタジオでは食べないの。もう一度食べたかったのに。センチュリーホテルのリポーに行けば食べられます。でも皮だけだからな。その話は後でするとして、そもそもダックっていうのはどんな鳥でしょう。アヒルだよね。そう、そもそもアヒルっていうのは野生のマガモを飼いならして交配して、体を大きくして翼が小さくなって出来上がった鳥なの。人が作った鳥なのね。人が生活に役立てるために品種改良して作った鳥をまとめて家禽って言うんだけど、アヒルもその一種ね。ニワトリと同じね。だから飛べないんだ。アンデルセンが醜いアヒルの子を発表したのが1843年だから、その頃には野生化したアヒルもいたみたい。飼ってたアヒルが逃げ出して野生化した群れに白鳥が混じったっていうお話なのね。アヒルは一般的に年間で150個から200個卵を産むんだけど、卵を温めない親もいるの。育児放棄だ。だから機械を使ったり鶏の卵に混ぜて孵化したりしてるの。卵の段階で里子に出ちゃうわけね。そういうことね。でもそんなに苦労して育ててる割にお肉屋さんにはないよね、アヒルのお肉。もともと鴨を課金にしたもので、漢字だと家に鴨って書くくらいだから鴨として食べられることが多かったみたいだけど、アヒルって名前だとなんとなく食欲をそがれるでしょ。ドナルドなんか思い出しちゃうからかな。そもそもどうしてアヒルっていうの。足が大きいから足ヒロって言われてたのがアヒロって略されて、それがアヒルになったみたい。日本語なんだ。そうよ、英語はドメスティックダック。家畜じゃない、ただのダックは。そっちがカモ。じゃあドナルドはカモ。ドナルドはアヒル、色が白いでしょ。じゃあ本当はドナルドドメスティックダック。ファーストネームがドナルドで名字がダックってことだから、あくまでも名前、鳥の種類とは関係ないの。じゃあやっぱりアヒルは食べにくいわね。日本で食べるときはカモってことになってるみたい。カモなら抵抗なく食べれるわ。カモ南蛮とか美味しいし。それならカホはもう北京ダックは食べないわね。それは大丈夫、だってダックだから。そんなカホちゃんが大好きな北京ダックは、15世紀に明の永楽帝が南京から北京に都を移したことでできた料理なの。南京ダックが北京ダックになったってこと。南京ダックはアヒルの肉を柔らかくするために一度下茹でしたものを軽く焼いたものだったんだけど、北方民族の炙り焼きの技術を取り入れて宮廷料理になったわけ。それで北京ダックなんだ。北京ダックを調理法だと思ってる人もいるみたいだけど、アヒルも特別に飼育されたものなの。池で遊んでいるアヒルじゃできないの。できないし、勝手に取って食べちゃダメでしょ。残念。北京市郊外や河北省を中心に育てられてるんだけど、早く大きく脂肪を蓄えた状態にするために麦なんかのカロリーの高い餌や配合飼料を口に加えさせたパイプから胃に流し込んで強制的に食べさせるの。なんか充填してるみたいね。まさに詰め込み。だから中国では詰め込み教育のことを北京ダック式教育っていうこともあるの。そんな無理やり大きくして大丈夫なの。ひ弱になっちゃうみたい。気温の変化や怪我にも耐えられないし、出荷時期が遅れるとお肉の質が落ちるし、突然死んじゃったりするの。美味しくいただくために過保護に育てるわけね。それで作り方は。まず殺します。いきなりですね。その後毛をむしって内臓を取り出し、血を抜いて舌、手羽先、足の部分を取り除くの。嬉しそうに言わないで。お腹がへこんじゃうから空気を入れて膨らませてからフックにかけるの。吊り下げの毛ね。表面についた余分な油を洗い流すために熱湯を全身にかけます。熱湯地獄。皮に水飴に水を加えて煮溶かした甘くて熱い液体を塗って余分な水分を抜くために一昼夜吊るします。そんなに吊るしておいて大丈夫。夏場は厳しかったから、昔北京ダックは秋から春にかけてしか食べられなかったんだけど、今は乾燥機があるから大丈夫です。そして火炙りね。直火で炙るのと、特別な炉の中に入れて蒸し焼きにするのと2つやり方があるみたい。どっちも辛そう。蒸し焼きにするときはお腹の中に香味野菜とスープを入れてお肉に味が染み渡るようにします。直火のときには空気だけ。昔はそうだったみたいだけど、今はお湯を入れてお肉を柔らかくしてる。外もお腹もあっちっちじゃない。美味しくいただくためのプロセスです。はい。
日本だとそれだけ頑張って皮しか出てこないとこが多いんでしょ。贅沢なお料理をね。台湾では皮にお肉もついてたし、骨はスープになって、残りのお肉も別の料理になってたわよね。私たちの行った天柱菜館では皮だけ、スープ付き、スープと肉料理付きの3段階のチョイスができました。私たちはフルコースでいただきました。11人で丸ごと2羽味わって1万円でお釣りがきます。1人1000円になりません。天柱菜館は日本にもあります。大分にも。残念ながら東京です。銀座と千駄ヶ谷と渋谷、天王洲アイルにあります。お値段はそれなりですが、東京に住んでいる方は飛行機代だと思ってください。大分だと台北に行っちゃう方がお得かもしれません。食べ物だけじゃなくて台北には楽しいことがいっぱいありました。夜市も面白かった。その辺はまた特集します。次回をお楽しみに。次回はトレイルランニングですよ。台北から帰ってすぐ取材したイベントね。こちらもお楽しみに。その後また台北特集です。それでは皆さん、ごきげんよう。